西武も派550系電車、区派600系電車は、現、西武鉄道の前身事業者である旧西武鉄道が1927年より導入した電車である。現在の西武新宿線、国分寺線、西武沿線に相当する路線を運営していた旧西武鉄道が、村山線開業に合わせ増備された車両で、制御電動車も、派550型と制御車区派600型からなる。 1927年に、川崎造船所にてもは550モハ,ハ559の重量、翌年にはモハ560モハ561、およびクハ600、クハ607の2形式重量、合計20両が製造された。車体は17メートル級の全構成で、ウィンドウシル、ヘッダー付け。阪神急行電鉄に登場した600型を、端所として同時期に、 目黒蒲田電鉄、長野電気鉄道、豊川鉄道などに導入された深い屋根、全面と側扉状のアーチ型の水切り、おわ形ベンチレーターが特徴のいわゆる川造形と呼ばれる車両で、この中にあって本形式は三面折り妻、ま、非貫通の全面で、形態としては長野のものが近く、丸妻、貫通系の目カや、豊川、阪急のものとは、 この点が異なっている。登場当初、全小島は、総下中央に取り付けられた、いわゆる、おへそライトであった。側面の窓配置は 1D6D6D1 D D D。なお、客室の座席配置は、ロングシートである。1940年5月にモハ100 1 0 0系1 0 1から112、クハ1 1 0 0系1 1 0 1から1108に改版され、武蔵野鉄道と、 旧西部鉄道の合併による西部農業鉄道発足を経て、1948年6月の一斉改版でも派151系151から162、区派1151系1151から1158に改版された。1955年3月にも派161、も派162が電装解除され、区派1159、区派1162、 開話されている。また、本系列のトータが進行していた1964年に、模百156が、伝送解除され、区千1156となっている。後継となる20メートル車の増備に伴い、1964年から1966年にかけて、順次廃車になるが、20両前車が、地方施設へ譲渡された。津軽鉄道那府線2 0 3なお、 2007年1月、現在で現存するのは、津軽鉄道なハフ線2 0 0型のみである、広南鉄道区派線2 6 6系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。